ウェザーニュースキャスターの武藤彩芽です。7日水曜日の全国の天気をお伝えします。日本付近は高気圧に覆われて日差しが届くところが多くなりそうです。紀伊半島南部から東海にかけては早朝に雨の残る可能性がありますが、天気は回復へと向かい、日中は日差しが心地よく感じられそうです。一方、北日本や北陸など日本海側を中心に天気は下り坂となります。午前は日差しが届くものの、午後から雲が多くなり次第に雨が降り出します。特に北海道の内陸山沿いではみぞれや雪となる可能性がありますのでご注意ください。また関東の西部山沿いでもですね、午後はにわか雨の可能性がありますので、お出かけの際日差しがあっても折りたたみ傘があると安心です。気温を見ていきますと、各地で気温は上昇し、春本番の暖かさとなります。ただ朝は冷えますので、1日の中の気温差が大変大きくなります。寒暖差で体調を崩さないよう、服装で上手に体感調節を行いましょう。次に、天気痛予報を見ていきたいと思います。気温や湿度のほか気圧なども大きく関係しているこの天気痛予報ですが、東京、金沢、名古屋で警戒レベルとなっています。頭痛などの天気痛を感じやすい方は早めの対策を行ってください。以上、全国の天気をお伝えしました。